なんだ好きなんだろなんでひどい。多分これ本当に日韓合作スタッフ含めてだと思いますよ。なぜ林向けだったのかっていうのはないんだけど、林向けだったおかげでこうやってこう大騒動が始まったわけですよ。僕らがこんな風にビデオを撮ったりこうユミカさんの本を読んでる限りですね、死んでないんですね。まあけど読んないねえな少年時代の憧れ的なやったやつやったやつやったやつみたいな今ユミカの話をやると大変なことだよ、はっきり言って。俺は今 やれないね。こう任すような真似するなよ。だけどみんな楽しかったんじゃない、なんか言葉通じないけど。ぜひともその韓国にも取材に行きたいんですね僕たち。この本ではこの女男の2人の会話で終わってるんですよ。君は純子を愛してるのかと、誰も純子を所有できない、純子はそんな女ではないんだっていう、まさにその誰も純子を所有できないっていうのは、僕はその林由美か、まさにこれがその由美かさんのことそのものじゃないかと。ラストシーン僕はそれを見たい、監督もし日本に来て撮ってくださいとお願いしたら引き受けてくれますかと。